カニ、銅化に道、徳助元年9月19日は、中国の南宋末期の軍人、政治家。字は、主権。越を秋学、反感老人と号する。大衆天内県の出身。宋に仕えた、政治家の川渡るの書士で、母は、腰。母の腰は、蚊渡るの見かけであり、蟹道を生んで間もなく、家を追い出された。 後に出世した、カニミチは、貧窮する母を迎え入れて、腰は、聖国婦人に封じられた。家庭十二年に、カワタルが、順当性を消しに認じられると、おそらくカニミチも父に従って、蘇州に移住し、カニミチが十一歳の時に、カワタルは没する。カニ道は成人後、カワタルの生前の功績によって、赤伝令の官職、過去の思想を受領する。 南宋の皇帝履修の長妃であり、修勘国公師を生んだ姉の働きかけにより、嘉ヒ氏2年に、家居の予備試験を免除された、加ニ道は電子に給大し、紳士に給大する。純介6年に、国境地帯で、タイモンゴル戦を監督していた毛の公認として刑、慰霊を消しに任命され、湖北に赴任する。湖北に赴任した、加ニ道は、築城によって、国境の防備を固め、 こういう6年に、領順戦部大使に任じられる。蟹道は前線に身を置きながらも、中央政府の最小と同様の待遇を受け、人事の身体においては、朝廷の大臣であっても、蟹道の意向を無視することはできなかった。同年、モンゴル帝国の皇帝門家は、自身が四川に進行し、弟の首来をして、学習、将軍、ウリアン課題を構成からコナンに進め、 味方から南宋を攻撃した。カニミチは、学習の軍事を取り仕切って、クビライの攻撃を防ぎ、開き慶元年には、四川の両夫みのりと共に、南宋に進攻して、学習を包囲したウリアン課題を攻撃する。四川で、門家が病没した後、彼の後継者の地位を伺うクビライは北方に帰還し、ウリアン課題はクビライが残した兵士を集めて、長江を渡り、退却した。 京帝元年3月、カニ道は、長江の通過を試みた、ウリアンカ大軍の最高列を攻撃し、モンゴル側からは、約170人の死者が出た。カニ道が、領地の活動と効能を約束して、密約を結んだために、モンゴル軍が撤退したとする説が存在するが、密約の存在は疑問視されている。カニ道は、モンゴル側の意向を探るためには僕を提案したものの、 クビライはこれを受け入れず、結局両者の間に、馬役は成立しなかったと言われている。コナン、後世に侵入したモンゴル軍に対して総軍は、奮戦し、彼らの功績は、南宋のほぼ全域の軍事権を掌握するカニミチの、元に返した。戦後カニミチは、国内の情報統制、外部への内情の漏洩を防ぐため、クビライのとから派遣された死者の閣業を投獄する。 死者の東国に対して、モンゴルの大臣たちはクビライに南総の攻撃を進言したが、クビライは弟のアリクブケとの交渉のためにやむなく中国遠征を延期した。開き慶元年10月に、カニミチは陣中で右上昇に任じられ、翌年に林安に外戦したカニミチは上昇として中央政界に参画する。戦後、カニミチは 功績のあった人物の検証と並行して戦利品の横領や戦費の着服を行う将軍の処罰による軍旗の引き締めを行った。規律の引き締めの中で公子兵創世優ら大きな武功を立てた人間も免職、流刑の対象とされ、カニ道の論功交渉の公正性を疑う、あるいは苛烈さを咎める声も出た。一方文官に対しては過去の過失を問わない。 柔和な態度で接し、彼らに将来の協力を約束させた。政府に対して強硬な抗議も辞さない林安ンンの学生に対しては、学費の援助、試験の液化という手段を用いて、彼らを懐柔することに成功する。かに道の下では、寒官,官と外石の勢力は抑制され、前から横行していた、領寒運動が厳しく取り締まられた。 両官運動を禁じた一方で、陰一的な学者に出資をこい、両官運動のためには山に入って、座禅をしなければならないのか、とまで言われた。馬手蘭、高万里らの著名な学者文人が起用されたが彼らは、実務能力に欠け、帝臣たちは、蟹道の留任を懇願した。慶帝五年には、李州が崩御して、旅州が即位した。漢順元年に大使を活用され、 義国公に封じられる。蟹道は、西港を俯瞰する、くずみねに、周薫園と呼ぶその大き、園内に建てた、半日窓と称する屋敷で政務を取った。南宋末期の朝廷では、蟹道が指定で書類に決裁を下し、蟹道の館客である、両明中が、大将の政務を取り仕切り、宮廷の大臣や執政は届けられた書類の内容を、検討することなく署名し、 反を押す体制ができていた。漢淳4年10月から南宋と元の最前線であったジ陽が元軍の包囲を受けるが、カニ道は旅州にジ陽が包囲を受けていることをひた隠しにしていた。カニ道は旅州からジ陽の状況の加紋を受けて女性の半分虎を救援に派遣して旅州にジ陽の戦況を密告した人物を殺害したと言われている。 常陽と接続されていた繁盛が陥落したとき、カニ道は自らが救援に向かうことを申し出たが受理されず、代わりに鷹たちが率いる部隊を向かわせた。漢ン九9年3月に、常陽の首相の両文官は元に降伏し、両文官と遠赤関係にあった定身の多くが辞職を願い出たが、カニ道は彼らの申し出をすべて却下した。徳助元年3月、カニ道は、 武庫に艦隊を停泊させ、元軍の司令官バヤンには僕を提案するが、バヤンは、元軍が長江を渡る前に和平を提案するべきで、あったこと、死者ではなく、蟹道自身が交渉の場に赴くべきだと提案を一周する。蟹道は、夏木、孫子心に艦隊を与えて、元軍を攻撃するが、武庫近辺の低カスの戦いで、南宋軍は大敗する。 敗れた、蟹道は淳東の理庭芝のもとに逃亡し、協定の非難を進言する手紙を朝廷に送った。臨安の留守を預かっていた、蟹道の復讐の陳議中は、蟹道の投破とみなされることを恐れて、協定の退避に反対し、協定の退避を主張する、との卒の半身を暗殺する。敗戦の報告を受けた朝廷では、蟹道を弾劾する帝身たちが彼を極刑に、 諸すように主張したが、不都市交代号写真の取りなしによって、昇州に流罪となった。昇州のもめ面案において、蟹道は、会計検上の帝国神に殺害される。帝国神の支援、あるいはかつての腹心だった、陳義中の指示などが、殺害の動機として挙げられている。蟹道は武官たちから恨まれていたが、クビライが元に降伏した将軍たちに、 なぜたやすく降伏したのかを尋ねたことがあった。将軍たちは口々に、カニ道が我々、武漢を軽んじたからだと恨み言を述べた。それを聞いたクビライは、お前たちを軽んじたのは、カニ道であって、僧の皇帝ではない。それなのに、お前たちは、僧の皇帝に忠説を尽くそうとしなかった。カニ道が、お前たちを軽んじたのも当然であろうと応じたという。南宋では、 兵糧の購入に、俯瞰紙幣である返しが使用されていたが、最小となった蟹道は、紙幣の増殺がもたらすインフレーションを抑え、紙幣の印刷に必要な費用を削減するため、流与したからの進言を入れて、香電の買収を実施する。政府は200世以上の他を所有する、大地主から所有する他のうち3分の1を、強制的に買い上げて、小作人に対応し、貸したたから上がる。 ソ米を兵糧に当てた。公田の買い上げは、節日から始められ、当初は土豪に、ソ米の徴収が委任されていたが、やがて管理が直接公田を管理するようになる。政策の実施に際して、カニ道は、自身が所有する一万千の他を国に寄付し、隣職な性格で有名な坂よにも、土地を供出させた。他の買い上げは事実上の土地の没収であり、 疎前の量が見積もりよりも少ないと土地の元の所有者が不足分を負担しなければならなかった。また、国が直接土地を管理することで、公電法実施前の納税の不正が露見することもあり得たため、地主たちは不安を覚えた。地主の反対によって、節義市の350万世の田を買い上げた時点で、公電法は打ち切られたが、公電法実施前に節二、節義氏 窃盗の2地域から買い上げた氷糧と同僚の粗米が、雪西から収穫された。高電法以外のインフレーションへの対策として、当時流通していた海士のうち、第17回の海士を廃止し、新たに銅線の打艦券である未線石膏を発行した。近海、銀海の打艦券も発行されたが、蟹道によって実施された、俯瞰紙幣の削減と打管紙幣の発行の成果を、 資料から判断することは難しい。また、カニミは、伝説と調税額のための研究を実施したが、正解閉じぬ思の両方から非難を受けた。カニミは、骨董の収集家としても知られ、所蔵品の数は、何層の調停以上だと言われている。両明キラ中を通して入手した、古道記、宝書、名画、金玉、珍品は、週香る園内の多方角で保管された。 カニの収蔵品には、金の消集の肝臓院が押されているものが多いが、これらの品はかつて、層から金に渡った書画を取り戻したものだと、推測される。領寒運動に対して厳しい態度で望んだカニも、骨董品を持ち込まれると態度を軟化させて人事に、融通を聞かせ、骨董の収集のためには、一般から忌避される古墓の発掘も厭わなかった。画館の著者である元の湯は、 カニミチが収集した書の中に少なからず蘭作が混じっていることを挙げて、彼の鑑定岩に疑問を呈した。また、骨董品の収集以外に、貞竹蘭ケ乱定所の本国、それの縮小版であるたまいた乱定を制作させた。カニミチは糖質の愛好家としても知られている。当代以来の糖質に関する知識と自身の研究をまとめた即式業は世界で、 初めてのコオロギの百科事典とされている。即式病では、飼育法、後輩からコオロギにまつわる古い鹿などの大項目が、より細かい項目に分けられて解説されている。即式病の現著は31、秋よに増歩改定された2巻が現存する。ありがとうございます。